お疲れ様です吉さん最近ねむちゃくちゃ面白い動画を私なりにねすごくむちゃくちゃ面白い動画を見てるんですよ面白いって言ってもね面白おかしいっていうんじゃなくてものすごくね興味深いというかなんか自分に置き換えてみるのに、まあ、最適だなと思うやつなんですよそれがですね YouTube でたくさんの50代の方が上げている50代からの転職はやめておけっていう動画なんですよね、まあ、これがねたくさん出ていて結構見ても見てもキリがないんですよね で50代で転職したら待ち受けてる地獄3点とかね50代で転職まあどうして辞めておいた方がいいのか5000とかねそういうのがあってあのだいたい50代になってくると今まで働いてきた会社の待遇とか出世とかにだいたい限界を感じてですね不満を感じて俺の力をもっと評価してくれる会社に転職しちゃうぜみたいな気持ちになるそうなんですよ。特に 中間管理職になりかけてなれなかった人とかあと中間管理職にはなったんだけどもいまいちね課長とか次長みたいな、うん、割と不安定なとこですよね大体いい50代になってくると部長以上の取締役になってないともうちょっと会社人としてね結構負け組というかやばいんですよね、うん、で役職はついてるけどももう平に毛が生えたような立場だし それから自分の後輩とか部下はどんどんね、先に進んでいくし、みたいな感じですごく焦りを感じたりとか、50代でものすごく幅が広くんですね。差が開くっていうかね。20代ではあんまり差がないし、30代では差がつき始めるんだけど、まだ挽回可能だし、40代ではまだねうん、圧倒的な力がついてるとも言えないし、でも40代ではもう完全に勝負あった。もっと言ったら30代とか20代で勝負あったんですよ。20代で、 ハイ抜きのナンバーワンとかエースに選ばれてなければ次のチャンスが渡されないんですよね。で、20代でチャンスに乗り損ねると今度次の世代の20代がそのチャンスを持っていく立場にあるんですよ。だからもう 最初の23年で大体勝負は作っているのがサラリーマン人生なんですけどもでも30代になっても40代になっても奇跡のチャンスを狙ってねその会社に居続けた結果50代になってああもうこのまま終わるなってことにやっと気づいてだったら自分の力を正しく評価してくれる会社を探すぜって言って転職するそうなんですけどもまあね50代とか40代とかの中途社員を欲しがる会社なんていないわけなんですよ。 もしそういう会社があるとしたらあの既に働いてる人にヘッドハンディングとして持ちかけて引き抜くぐらいのそんなね40代とか50代になってなければいけないんですけどももうヘッドハンディングの難しさって、うん、もうそのね優秀な人材はその会社に育ててもらったって恩があるからこの会社に骨を詰めたいって思うぐらいその会社にある意味洗脳されてるある意味愛社精神を持ってるんで引っこ抜くのが難しくって。 給料の倍出しますとかね3倍出しますすっってて話になってくるんですよ、うん、で、その時に初めてあ自分がずっといた会社ではそんな評価してくれてなかったなだったらこれを機会に最後のチャンスと思って乗り換えるかって言って行くんでそういう人が一部いるけどもでも転職エージェントサイトってあるじゃないですか、うん、だからそこがね結構ねマーケティングメッセージとして煽るんですよそこがよくないんじゃないかなとセカンドキャリアにとか最後のチャンスにとかねあなたの力を正当に評価する会社はこんなにありますとかね そのままのサラリーマン人生ででいいんでしょうか,とか、ね、そうしてくるとああなるほど年収2,000万の世界ってのがあるのかああなるほど年収2,000万を評価する人事の前に行かなければ自分の評価ってのはされないんだな確かにうちの会社年収2,000万っていう人いないよねとかねなってきておかしな感じがするそうなんですよでも実際中東で他の会社行こうとするとまあ転職活動決まらないらしいですねうん,なんか 今までの約束とか経験を全部否定されるような1からの会社で給料18万20万とか、うん、だから給料は確実に半分以下になるもしくは半分以下だったらまだまシで3分の1ぐらいになるっていうんですよ、うん、確かねそうだろうな、うん、だから私はね今ね本当に切に言いたいんですけども転職するぐらいだったらまあコンテンツ販売とかに 転職した方がいいいなと思いますねそれこそ今までの自分の会社経歴とかっていうのをそこで発信することによって多くのアクセスが集めれるっていうのには、ね、あの本当私も今改めて気づいたんですけども50代の人がね50代からの転職をやめといけっていう風なそんな動画がいっぱい上がっていてそれなりにアクセス高いんですよ。いやこれはねねなななかなか面白いい発見だなと思いました、ね いや転職したらこんなバラ色の生活がありますよっていうのはたまに見たことがあるんですけどもいや違うほとんどが転職したらどうしようもない暮らしになって金はすぐなくなるしで家族は崩壊するしあの後悔は積み重なるしで結局なんか手にしたバイトっていうのが月給で15万16万みたいな感じでだったら会社辞めるんじゃなかったなと悔しいけれどもあんまあんま俺は良かったなってところばっかりらしいんですよね。 なるほどねと思ったそんな一件でございましたじゃあ今日もスタートしましょういってらっしゃい